ただいま、ガイガーカウンターで放射線量を測定する G ウォッチャーが、集結し、互いの、分析機器の、機差を、確認をしております。で、こちらの、テラの機種の方につきましては、0.09、0.11、0.09 という値ですね。こちらも 0.09 という値を示すのに対しまして、で、こちらのですね、ラディックスのものにつきましては、0.14、0.12、まあ 0.12 という形で若干高めに出るようです。で、こちらの、ホリバの、ラディの機種の方については 0.051 という形で、ちょっとこの機種が、まあちょっと低めに出るのかなという感触を受けます。